オーケー、くるくる。なんかダジャレ言ってみろ。ポメラニアンがポメラニアン、なんちゃって。ダジャレになってる。社長、またスピーカーで遊んでるんですか。いい加減正義の味方してください。なんだよ、お前らが不要不急の正義の味方はするなって言ってきたんじゃないか。それは社長が5月のステイホーム週間に夜の街でスカウトマンをぶっ飛ばしてくるとか言ったからですよ。ああ、もうめんどくせえおっさんどもだな。仕方ねえ、久しぶりにタコの爪団のところに行ってみるか。ん？怪人バトルリーグ？あいつらまた妙なこと始めたか。うお、なんだこりゃ。行けー怪人トラコ。怪人ベブゴ。やったー。お前ら何やってんだ。デラックスファイター。怪人バトルリーグだよ。表に書いてあっただろ。わしら外出自粛中に怪人をたくさん作って戦闘訓練を始めたんじゃ。ついでに単性バトルシステムとか属性相性を導入してみたら思いのほか楽しくてさ。今じゃ県庁子供たちにも大人気で、毎週末大会を開いているんだ。田舎のおもちゃ屋のカードゲーム大会かよ。お前もやってみないか。バトル用の怪人レンタルもしておるぞ。え？そうか。そこまで言うなら付き合ってやるよ。さあ始まりました、総統 VS デラックスファイターの怪人バトルリーグ。よし、親子の光った棒を持って怪人で勝負だ。なめばわしはこいつじゃ、怪人暴走男。はは、なんだそのダッセヤンチー。俺はターン、怪人やっちまえ。何してんだ。おい、デラックスファイター困惑している。どうやら怪人を見た目で選んだため、こいつが怪人交通誘導員だと分かっていなかったようです。分かるかバカ野郎。わしのターン、大暴走だ。誘導指示全く従わない。怪人交通誘導員、大きなダメージを受けている。イラついて歌ったろ。怪人交通誘導員は乗り物属性に強い。しかしこの暴走男だけは例外なんじゃ。なんだ乗り物属性って。あっと、無視していた怪人交通誘導員、暴走族の仲間入り。ダークサイドへの転落だ。レンタル弱すぎんだろ。相当の勝利。やったー。おいおいおい、よく考えてみたらお前らばっか怪人詳しいのずるいだろ。だって俺たち悪の秘密結社だし。うるせえ、もう一回ハンデ付け勝負しろ。サムライト鼻からデラックスポンパー流し込むぞ。うん、わかったよ。というわけで今回はデラックスファイターの怪人を僕が選びました。なるほどね。では早速わしから行くんぞ。いでよ怪人。先行は相当、一見何の変哲もないデリバリー配達員に見える怪人です。行くぞ怪人。バブ、対するデラックスファイターが繰り出したのは赤ちゃん怪人バブルだ。赤ちゃんの前では大でもメロメロないしおろおろ、ママ属性を除く全ての怪人に有利です。おお。あ、どうぞ。焼き方なので受け取りの際を配達員、朝々ピザを取り出した。これは魅力的。あれ、しかし赤ちゃんはまだピザを食べられる年齢ではありません。中小、いいぞいいぞ。赤ちゃんが泣いてしまった。配達員動揺を隠せない。さあ、いや、まだじゃ。おっと、これはどういうことだ。赤ちゃんを出ないと様子であやしている。なに、この怪人はただの配達員にあらず、家計特性としてベビーシッターを持たせた怪人ウバイーツなのじゃよ。その名前アウトだろ。そうこうしている間に赤ちゃん怪人眠ってしまった。またしても相当の勝利。うわーい、つまんねー。なー、つまんねー。だいたい属性が分かりづれんだよ。炎とか水とかそういうのだろ普通。こいつとうとうルールにイチャモンつき始めましたよ。うるせえ、もう一回やせろ。出会わすんぞ。めんどくさいやつじゃんな。というわけで泣きの3回戦、ご要望通り炎と水の怪人で勝負です。これこれ、こういうのだよ。よし、やっちまえ水怪人。あ、すいません、今何時ですか。おっと、いきなりバトル水を刺すはずじゃん。民族性ってそういうことかよ。戦いのことだけを考えろ。気合が足りないから集中できんのだ。こっちは暑苦しいです。炎怪人じゃからね。なんだこいつら。いや、僕早く帰らないと。なんだと、気合が足りん。気合とかじゃなくて、急いだ急いだ。水回線を抑えています。何を言っても焼け石に水です。うまくねえよ。はい、もしもし。え、破水した、病院に。なんだどうした。これは大変だ。奥さんが産気づいて緊急搬送されたようです。まさに寝耳に水。マジかよ。なぜそれを言わなかった。水臭いやつめ、早く病院に行け。で
でも、どうやって。なあ、怪人暴走男、病院まで乗せてくれるのか。怪人途中誘導員も、これで渋滞も怖くねえ。怪獣はいつもエールを送っている。生まれた子供は任せろってか。お気に任せてくださいね。そう、行け。みんな、ありがとう。元気な赤ちゃんが生まれるといいですね。そうじゃな。ん？ああ、おい、それで怪人バトルリーグはどうするんだよ。ん？そんなこと気にしとる場合かね。そうだぞ、水怪人に免じて水に流せよ。うまくねえんだよ、ポンパー。ダイレクトアタックはやめて。同じく。